こんにちは。貴重な島であり、チンド県の故郷であるチンドのマスコット、バングです。僕はペックです。チンド郡コグンミョン、ネサンリ、マルミ村の東側にある尾根の峠をオセビジェと言います。オセビはカカシの方言で、そのホセビジェと呼ばれる峠には次のような伝説があります。昔々、チンドコグンミョンの沖合に和光の大船団が押し寄せてきました。村長、村長。おお、何をそんなに騒いで、一体どうしたんだ。ものすごい数の和光の船が沖合に押し寄せてきています。何？それは大変だ。今にも村に攻め込んできそうな勢いですが、もし彼らが村に攻めてきたら村全体が廃墟になるのは時間の問題です。わかった。とりあえず村人みんなに藁を用意して一箇所に集まるようにと伝えなさい。藁をですか？時間がないから早く急ぎなさい。村人は村長の指示通りに藁をそれぞれ用意して一箇所に集まります。それじゃあ今から持ってきた藁でホセビを作るのじゃ。ホセビをですか？一刻を争ってるんだ、急げ。切羽詰まった村人はみんな心を一つにしてカカシを作ります。そして出来上がったカカシを峠に一列に並べました。それじゃあ和光たちによく見えるように峠に沿ってホセビを立てるのじゃ。村人は味方の兵士の数を多く見せつけるために偽装戦術を使ったのであります。略奪をするために上陸準備をしていた和光たちは遠くからそのカカシを目にします。あれ？諸軍、あれを見てください。なんだ？あそこにものすごい数の敵兵が整列しているようです。なんだと？いや、どうやって俺たちのことを知ってあんなに大勢の兵士を出動させたんだ。仕方がない。あそこに上陸するのはやめて他のところを渡ってみよう。和光たちはカカシを見て兵士と錯覚し、おじげついて引き返します。村長、敵が後退し始めました。おお、何はともあれみんなが無事でよかった。それで村を無事に守ることができました。それからこの峠をホセビジェまたはホセビチャンドゥンと呼ぶようになったそうです。コグンミョンはチンドの東側にあり、南北に長く広がっている村で、ほとんどが海抜高度200メートルから400メートルの山地を成しています。文化財としてはホグン城市、イースン神、ヒョッパ人、戦勝碑、ヒョッパジョンの跡、オサンリ、ロシソウケ、史跡墓群などがあります。